皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。流行と魅力が少し下がってしまいました。今日は野球部の練習試合の日。相手は水賀高校。お、勝美くん、試合頑張ってね。気合入ってるな。もちろん。そりゃもう、勝美くんは入ってないの？入ってないように見えるか？見えない。ううん、気合十分って感じ。お前が頑張ってるの見たら、余計に気合入った。そうなの？勝美くん。よし、行くか。応援頼むぞ。うん、よし、サポート頑張るぞ。課金やった。姉ヶ崎学園の圧勝やったね。圧勝だって、やったやったね。勝美くん、すごい活躍だったよ。圧勝だって。お前の声が聞こえたからかもな。そうなの？え？これからもサポート頼む。うん、うん、もちろん。芝君に電話しよう。芝です。ああ、勝美くん、黒宮ユリアだけど。もしもし。あれ、勝美くん？あ、悪い。うん。いきなりお前の声が聞こえてくるとは思わなくて、ぼーっとしちまった。なんだ？ぼーっと生きてんじゃねえよ。来週。さーて、どこ行こう？臨海公園行こう。臨海地区の臨海公園に行こう。来週、臨海公園に行かない？その日なら空いてる。やったー。じゃあ、来週、羽ばたき駅で待ってるね。ああ。気をつけて来いよ。うん。やった。早く来週が来ないかな。今日は芝くんとデートです。洋服はこのままで。アクセサリーを変えましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。勝美くんは、あ、いた。ごめんね、待った？ああ、気にしなくていい。ごめんね、遅れちゃってごめんね。それは…あ、気づいた？あ、気がついた？勝美くんがプレゼントしてくれたものだよ。見ればわかる。だよね。勝美くん、喜んでくれてるみたい。つけてきてよかった。今日は遊覧船に乗りたいな。船？いや、乗ってみるか。うん。湾内一周のクルージングだけど、お前楽しいか？楽しいよ。芝君は楽しくない？海風気持ちいいよね。海を見てると心が落ち着くよね。磯臭くなかった？これかこれだけど、こっちかな。海風気持ちいいよね。ああ、同じ潮風でも陸にいる時とは違う感じがするのはなんでだろうな。ああ、言われてみれば確かに。やったね、バッチリ好印象。なんだ、船好きなんじゃん。一日じゃ時間足りねえな。また出かけるか。うん、うん、じゃあまた誘っちゃおうかな。あ、その時は予定開ける。本当？嬉しい。お前もう気にする時間か？そうじゃなければ海行こう。うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合え。まだ足りない。私も。うん。
ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。克美くんに送ってもらっちゃった。あ、はい。あ、克美くん、どうしたの？今度の日曜日、空いてるか？試験前だよ。空いてるよ。うん、暇だよ。どうして？ボーリング場に行かないか？行く。一人で行くのも味気なくてな。そうだよね。うん、ぜひ。よかった。じゃあ今度の日曜日、駅前広場で待ち合わせでいい？ああ、日曜晴れるといいな。そうだね。ボーリング場だから天気関係ないけど。克美くんからデートに誘われちゃった。今日は芝くんとデートです。7月になったから長袖じゃ暑いよね。半袖に着替えよう。アクセサリーは外しましょう。あ、千春くん、ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。克美くんは、あ、いた。ごめんね、待った？ああ、気にしなくていい。ごめんね、遅れちゃってごめんね。その服。何？え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。そうだね、気に入ってくれたのかな。よかった。どっちがいい？そうだな、今日はダーツコーナーがいい。ああ、行くか。うん、あの、なんかごめんね。おい、うろちょろするな、矢に当たるぞ。あ、ごめん。高得点へのいい角度を調べてたの。その時は守ってね。ごめん、邪魔だったね。そうだな、これは謝るくらいなら最初からやるなって言われそうだし、上は芝くんが大変なことになるから、これ一択だ。高得点へのいい角度を調べてたの。へえ、何かいいコツ知ってんのか、教えてくれ。いや、まだわからない。やったね、バッチリ好印象。サンキュー、今日一日。お前誘って正解だった、やっぱり。本当？嬉しい。お前、もう気にする時間か？そうじゃなければ。海行こう？うん、大丈夫だよ。じゃあ、もう少し付き合い。まだ足りない。私も。うん。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。克美くんに送ってもらっちゃった。ストレス91ラキロ、テストを受ける。初日の試験科目は語学。いい出来かも。お、2日目の試験科目は数学。うん、バッチリ。お、3日目は選択科目。うん、こんなもんかな。4日目は芸術。うん、こんなもんかな。5日目は技術家庭科。うん、バッチリ。お、テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あら、微妙。選択と芸術が低いな。かっちゃん、今回赤点ないじゃん。くーちゃん、芸術以外も頑張ろうよ。こんなもんかな。いいや、まだまだ。あ、かつみくん。もったいない。え？え？お前ならもう少し頑張れるんじゃないかと思うんだけどな。そうだよね、私頑張る。よし、もっと頑張らなくちゃ。芝くんに電話しよう。芝です。ああ、克美くん、黒宮ゆりやだけど。もしもし。
あれ、克美くん？あ、悪い。うん。いきなりお前の声が聞こえてくるとは思わなくて、ぼーっとしちまった。なんだ？ぼーっと生きてんじゃねえよ。ちょっと先なんだけど、8月3日、臨海地区の花火大会に行こう。8月3日の花火大会に行かない？その日なら空いてる。やった。じゃあ8月3日に羽ばたき駅で待ってるね。ああ、気をつけてこいよ。うん、やった。早く8月3日が来ないかな。次の授業は科学。予例の前に準備しなきゃ。あれ、若内先生と姫子先輩だ。カメリアクラブの専属になればお給料は今の倍、いえ3倍お支払いすると言っているのよ。裏取引してるよ。しかも生徒が先生に。はあ、もうそのお話は何度も。前にもあったんですね。あの若おじ先生。はい。あら、デイジー、ごきげんよう。ごきげんよう。すみません、お話し中。次の授業の準備なんですけど。お話って？私たち何も話してなくてよね、若おじ先生。うわー、はぐらかしたよこの先輩。はい、何も。先生まで？え、でも今、お給料がどうのって。やだ、おかしな子。きっと、夢を見ていたのね。乙女の白日夢を。夢じゃないです。え？姫子様、こんなところにいらしたんですか？女性と A と書いて、取り巻き A？ え？そろそろ授業のお時間です。女性と B と書いて取り巻き B？ これがカメリアクラブのメンバー？いや、もうちょっといるかもしれないけど。いけない、姫子、授業に遅れちゃう。チャオ。あ、はい。チャオ。あ、チャオ。さあ、授業の準備をしましょう。あ、はい。なんか怪しい。そうだね、姫子さんルートでなんかわかるのかな。芝くんに電話しよう。芝です。あ、克美くん、黒宮ユリアだけど。もしもし。あれ、克美くん？あ、悪い。うん。いきなりお前の声が聞こえてくるとは思わなくて、ぼーっとしちまった。なんだ？ぼーっと生きてんじゃねえよ。来週、臨海地区の海に行こう。来週、海へ泳ぎに行かない？その日なら空いてる。やった。じゃあ来週羽ばたき駅で待ってるね。ああ、気をつけてこいよ。うん、やった。早く来週が来ないかな。今日は芝くんとデートです。ストレンジのすくみ釣りはなく、こっちスポーティー。アクセサリーはつけなくていっか。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。克美くんは？あ、いた。ごめんね、待った？ああ、気にしなくていい。ごめんね、遅れちゃってごめんね。じゃあ、着替えたらまたここで。うん、うん。はあ、彼女、焼きそば一緒に食べようよ。焼きそば。食べません、食べません。じゃあアイス一緒にかじろうよ。アイス。気持ち悪、かじりません。
かじりません。わお、日差しは暑いのにチョック。その温度差に溶けちゃいそう。じゃあ溶けちゃってください。誰が超クールだ。柴くん、克美くん。なんだ、ナンパならお断りだぜ。クールガールは俺が先に。今腕がグッて前に来たな。その目は節穴か。なんだと。のんびりの代名詞のようなこいつがクールに見えたんだとしたら、それはお前がそうさせたんだ。私ってのんびりの代名詞だったの。それがわからないようじゃお前はナンパに向いてねえ。帰れ。なんかかっこいいかも。帰れと言われて素直に帰るはずが。10数えるうちに失せろ。1、2、3。これは怖い。覚えてろ。雑魚みたいなセリフだな。大丈夫だな、もう来ないだろ。ありがとう柴くん。ありがとう勝美くん。勝美くんが来てくれてよかった。今日は波が少し高いみたいだな。そうだね。サーフィンでもする？浜辺で砂のお城作らない？サーフィンしてみたいな。波が怖いから海に入るのよ。そうよ、上だ。サーフィンしてみたいな。興味あるのか。俺もやってみたいと思ってた。借りられそうならやってみるか。やる。やったね、バッチリ好印象。一日じゃ時間足りねえな。また出かけるか。うん、うん。じゃあまた誘っちゃおうかな。というか来週は花火大会だけどね。あ、その時は予定開ける。本当？お前もう気にする時間か。そうじゃなければ。全然気にしないよ。うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合い。まだ足りない。私も。うん、ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。勝美くんに送ってもらっちゃった。お、あ、勝美くん、いらっしゃい。ふーん。何？え、何何？いや、花に馴染んでると思って。そう？そうかな。ああ、合ってる。花屋のバイト。本当？ありがとう。褒めてくれてるんだよね。今日は柴くんと花火大会デートです。水着ではなく浴衣を着て。アクセサリーはつけなくていいか。勝美くんまだ来てないみたい。悪い。うん、私も今来たところだよ。あ、勝美くん。うん、私もさっき着いたところだよ。そうか、ならよかった。うん。浴衣。浴衣だよ。うん、着てきちゃった。どうかな。何？あれ、どうしたのかな。うんじゃなくて、つみくん喜んでくれてるみたい。よかった。わあ、縁日だ。花火の前に寄っていくか。うん。すごい人だな。そうだね。そんな混んでるようには見えないけど。うん、本当に人だらけ。あ、何？うわっ。おい、大丈夫か？うん、大丈夫。いたった、すれ違いざまに肩がぶつかっちゃった。あ、ごめんなさい。
あいつ。え、もしかして追いかける気？ああ、克美くん、私もちゃんと前見てなくて、だから。それにこんなに混んでいるんだし仕方ないよね。怪我ないか？うん、大丈夫だよ。うん、大丈夫。心配してくれてありがとう、克美くん。ああ、そろそろ行くか。うん、今年もいい場所を取らないとな。そうだね。高いところから見る花火も捨てたもんじゃない。そうだね。でも芝くんって高いところ苦手だったんじゃ。克美くん背が高いから煙で半分しか見えないのもあったよ。地上とはまた違う迫力だったね。名前があるからこれが正解かな。克美くん背が高いから。ここじゃ全然関係ないだろ、身長は。うわ、失敗したかな。そうだよね。あー、でも続いてるから正解だな。そんじゃ肩車してやろうか。危ないからいいよ。そんな本気にすんなよ。冗談だ。なんだ、冗談か。でもそうしたらもっと見えるのかな、花火。お前ほんと面白い。そうかな、そうかな。どうした？そういうとこは気に入ってる。だから見せてくれ、来年の花火の時も。芝くん、克美くん、来た。見つめてみる。服を引っ張ってみる。手を伸ばしてみる。手伸ばしちゃおう。手を伸ばしてみる。辰巳くんと手つないじゃった。一日じゃ時間足りねえな。また出かけるか。うん、うん。じゃあまた誘っちゃおうかな。あ、その時は予定開ける。本当？来い、送る、お前ん家まで。いいの？ありがとう。ありがとう、克美くん。あれ？家まで送ってくれて。あれ？なんかいつもと違う。ああ、気にすんな。それじゃ。うん、またね。電話？あ、ちょっと待ってね。あれ？これはもしかして、前作にあった爆弾抱えてる男子から連絡が来るっていうやつかな。でもなんで今までなかったんだろう。もしもし？もしもし、俺。外か。じゃあいいや。初代元カレ。そういえば先月帰り道で佐伯くんに会ったような。どうした？ちょっと元カレから連絡が来た。困ってる顔。私そんな顔してる？大丈夫だから。それじゃあまた学校でね。びっくりした。いや、私だってびっくりしたよ。でも近いうち佐伯くんに連絡しないとまずいよね。まずいよ。そういえば7月8月とゆうくんからも注意を受けてたな。あれ、誰だろう。多分芝くんだよね。もしもし。芝だけど。やっぱり芝くんだった。あれ、克美くん、どうしたの？今度の日曜、少しでいい、時間取れないか？ごめん、その日は時間取れないんだ。ごめん、ちょっと用事があるんだ。そうか。ごめん。ごめんね。
あ、悪い。またかける。じゃあな。うん、またね。うん、悪いことしちゃったかな。でもその日はやらなきゃいけないことがあるんだよ。はい、爆弾処理します。佐伯くんに電話しよう。はい、佐伯です。ああ、佐伯くん、私、黒宮ユリアですけど。はい？あの、黒宮ユリアです。ああ、なんか用か。来週。さーて、どこ行こう。ショッピングでいいか。繁華街の商店街に行こう。来週商店街へショッピングに行かない？行かない、興味ない。そっか、そう。じゃあ、うん、またね。うん、残念。野球部がとうとう甲子園やった。なんだか緊張しちゃうな。うん、今日は眠れないかも。わ、びっくりした。誰だろう、もしかして芝くん？もしもし。悪い、こんな時間に。うん、何時かわからないけど大丈夫だよ。かずみくん？今大丈夫か？うん、大丈夫だよ。うん、どうしたの？何かあった？いや。ん？かずみくん、今どこに？すごいクラクション鳴ったな。お前の家の近く。え？私の家の近く？ちょっと待ってて。今から行くの？あ、おい。まさか本当にいたりしないよね。いや、これは絶対いるよ。あれ、いない。勘違いかな。いや、絶対いるって。ん？もしかして芝くん？芝くん、かつみくん。え、トレーニングの帰りかな。こんな時間に？何時かわからないけど。勢いで電話切っただろう。あ、うん、分かっちゃった。あ、ごめんなさい、つい。それにこんな時間に表に出てくるなんて不用心だ。そうだよね、今度から気をつける。うー、お前の顔見られてよかった。芝くん、もしかして緊張して眠れなかったのかな。え？じゃあな。あ、うん、またね。明日から頑張ろうね。あ、かつみくん、おやすみ。うん、おやすみ。ひょっとして、かつみくんも緊張して眠れなかったのかな。そうだよ。おやすみなさい、かつみくん。頑張ってね。そこは言いなさいよ。おお、甲子園、ついに迎えた甲子園、頑張るぞ。おお、甲子園球場、前作と同じだ。おお、大会。でもここは甲子園で出してほしかった。絶対優勝するぞ。あ、やっと目指してた場所に来られた。そうだね。うん、絶対勝つ。勝ってお前に。何？告白するの？私に？芝くん？なんでもない。ベンチから応援頼む。うん、うん、頑張って、勝美くん。勝ちますように。いや、絶対勝ちますように。野球部の1回戦の対戦相手は北海道代表ランブル高校。おお、甲子園ほぼ満席じゃん。課金やった。1回戦突破。2回戦の対戦相手は四国代表大津高校。おお、すごい。
い。課金やった。2回戦突破。3回戦の対戦相手は東北代表国分高校。課金やった。3回戦突破。準々決勝の対戦相手は近畿代表ツインビ高校。課金やった。準々決勝突破。準決勝の対戦相手は関西代表ゾーイ高校。課金やった。準決勝突破。決勝の対戦相手は関東代表グラディウス高校。課金やった。やった、優勝。羽学野球部日本一。目標だった全国制覇を達成。やったね。なんでここだけ早く出たんだろう。私ボタンを押してないのに。お、サンキュー。いえいえ。どうしたの急に。お前がいなかったらこの勝利はなかったと思う。だから。そんなことないよ。そう言ってもらえるとマネージャーとして鼻が高いよ。マネージャー。うん。私マネージャーだよ。ん？そうだったな。もしかして忘れてたの？マネージャーとしてもお前は俺たちを支えてくれたんだった。ちょっと芝くん、忘れてたの？ちょっとした勘違いだ。整列だ、行くぞ。うん。今日は最高の一日だよ。マネージャーを続けてよかった。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。